レイコちゃん、今日も会いたいな。玉井さん、お仕事お疲れ様です。出勤してるよね。はい、もちろんです。だよね、ブログ毎日見てるよ。毎日コメントしてるんだけど、たまにはコメントを返してほしいな。すみません、今日返事しますね。やった。何時ぐらいにお店来られますか？お店行く前に同伴しない？レイコ、お寿司好きだよね。赤酢シャリのいいお店だよ。玉井さん、申し訳ないです。本日は他の方と同伴なんです。そうか、完全に同伴の気分だったよ。申し訳ございません。じゃあアフターは？俺明日仕事なんだけど、お昼に出勤するようにする。だから終電ギリギリまで一緒に飲もうよ。ごめんなさい、明日は朝に授業があるので。そっかそっか、まだ大学生だもんね。そうなんです。キャバもやって大学にも行って、本当に玲子は偉いしエロいね。おっと、ごめん、変化ミスしちゃった。セクハラですよ。そう、それが大変なんだよ。今会社でコンプラが厳しくなって、ちょっと女の子と喋っただけでセクハラって言われるんだよ。本当に生きづらい世の中になったよ。家に帰ったら嫁は当たり強いし、娘は受験のストレスえぐいし、俺のことをけだもの呼ばわりするし、俺の居場所なんてどこにもない。そんなことないですよ、玉井さんの居場所は私が作ります。私とお酒を飲んでるときは辛い気持ちなんか忘れさせますね。レイコ、本当に好きだ。私も玉井さんが好きです。嬉しいよ。俺がもう少し若ければ。同級生だったら仲良かったかもですね。レイコは20歳で、俺が50歳。娘と同じくらいの年齢だけど、全然対応が違うよ。レイコが娘だったらどんなに幸せだったか。あ、いや、娘というより恋人かな。続きはお店で話しましょう。私今からメイクするので。うん、ありがとう。大好きだよ、レイコ。数日後。レイコ、俺辛いよ。どうしたんですか、玉井さん。会社でものけものにされて、家でも邪魔者扱い、もう本当にしんどいよ。かわいそう。俺がどれだけ勤続してると思う？もう入社して25年以上だよ。それなのに全く尊敬されない。今の若い連中は本当にダメだ。このままじゃ会社が傾く。いろいろアドバイスしてやってるのに、やれパワハラだ、やれセクハラだって、社内じゃまるで腫れ物扱いだ。おかしいと思わない？おかしいね。家に帰ったら帰ったで、パパはデブでキモいとか自分の娘に言われるんだよ。誰のおかげで飯食えてんだって話だよ。マジで腹立つよ。またお店来て癒してあげるね。お店には行くよ。でも相談があるんだ。相談？会社は行かないといけないから我慢はするけどさ、家には帰りたくないんだ。うん。だから玲子の家泊めてくれない？うん？もちろん家賃は半分出す。土日は家事もするし、疲れたんならマッサージもしてあげる。だから仮同棲してみない？ごめんなさい、私そもそも実家暮らしなので。じゃあ部屋ごと借りてみる？一人暮らしの方が何かと便利だよね。その場合は俺が全額出すよ。敷金、礼金と家賃と、その他光熱費全部俺が出してあげる。せっかくだから大学の近くの方がいいよね。そういや、大学はどこだったかな。こんなに仲いいのに知らなかったよ。家に帰ったら礼子が待ってる。そんな毎日最高だな。ごめんなさい、そのような提案は受けられません。なんで？メリットしかないよ。お客様との密接な関係は店の方針的に NG なんです。店にバレなきゃいいよね。大丈夫、黙っててあげるよ。俺も家族にバレたらやばいし、お互い秘密を共有しなきゃだね。ごめんなさい、一緒に住むことはできません。もしかしてだけどさ、俺が何かすると思ってる？
その辺は安心してほしいな。俺はもう50歳だよ。いくら玲子が可愛いからって30歳も年下の女性に対して性的な目では見れないよ。玲子も俺のことそう見てないよね。そうですね。あ、もしかして見てる？そうだったら少し考えさせて。まだまだ現役だと思うし、玲子が望むなら俺頑張っちゃうかも。なんか話してたら元気出てきた。今日も出勤してるみたいだし、お店に行くね。アフターはどうかな？ご来店ありがとうございます。アフターはできません。あー、そっか。店の中で同棲の話はできないからね。まあでも、同棲スタートしたらアフターとかしなくても、レイコと一緒にいれるんだね。お話聞いてくださってますか？同棲はできませんよ。ルールは破るためにあるんだよ。早速物件とか見てくるよ。じゃあまた後で。一週間後。レイコ、最近返信遅くない？前まではすぐに返信してたのにどうしちゃった？何か悩みでもあるの？だったらすぐに相談してよ。レイコが悲しい時は俺も悲しい。だから力になるよ。それはそうと、レイコ、いい物件があったんだ。大学はどこかわからないけど、割と都心で 1LDK の物件あるよ。寝室は同じだけど広々使えるし、クイーンサイズなら余裕で収まる。システムキッチンだし、火も IH だから火傷の心配なし。マンションの外観も素敵だし、なんといっても新築なんだ。もう契約しようと思うんだけど、最後に玲子の確認が欲しいな。仲介業者が早くしてって言ってるから、割と早めに決めたいと思ってる。空いてる日程に行こうよ。お昼過ぎくらいに行って、その後はドライブしてご飯食べよう。って、なんだかデートみたいだね。おっと、また色々送っちゃった。俺って LINE になると饒舌になるんだ。今は心に余裕があるよ。会社でのけものにされても、家族に煙たがられようと、俺には玲子がいるからね。あの、玉井さん、いいですか？やっと返信来た。今、すごいドキドキした。聞いてください。何？俺も心臓の音を聞かせたい。前にも断りましたよね。一緒には住みませんし、プライベートのデートもしません。ルールを守るのは大事だよ。でも、それじゃあ、いつまで経っても、俺たちの距離は縮まらないよ。私はキャバ嬢で、玉井さんはお客様です。その関係性は今後も変わりません。誰に脅されてるの？もしかして、LINE 打ってる別の人？本人ですよ。とりあえず、今日、店に行くね。本日はお休みいただいてます。何してるの？お答えできません。誰と過ごすの？まさか、他の男？彼氏？あまりしつこく詮索されると、こちらも対応させていただきますよ。対応？何の？最悪の場合、出禁になります。それはありえないよ。俺はそれなりにお金落としてるし、レイコは俺がいないと生活できない。今日が無理なら明日会いたい。すみません、今から用事なので。待ってよ。明日はシフト入ってるよね。予約をしたいんだよ。いろいろ将来のことを決めたいんだ。数日後。予約ができない。店に電話をしても無理だった。どういうこと？ブログには出勤してるって書いてる。でも俺は予約できない。店の前に行ったら止められた。どういうこと？もしかして出禁になったの？何も悪いことしてないのに。大変申し訳ございません。玉井さんが怖くなったので、スタッフの方に相談して出禁とさせていただきました。何が怖いの？勝手に同棲の話は進めてたり、予約以外の連絡が多かったり、とにかく怖かったです。部屋ならもう借りたよ。え？あとは玲子が来るだけだよ。俺と玲子の愛の巣だよ。あと俺気づいたんだ。前はカッコつけて言ってたけど、玲子のことを女性として見てる。本当に綺麗だし可愛いし、
一生懸命頑張ってる姿に惚れたよ。まだまだ若いから不安だろうけど、お金の面は心配しないで。俺が何とか工面してあげるから、その代わりに俺を癒してほしい。もちろんそういう意味でも、店が出禁になったのもいい機会かも。俺とは今後、店じゃなくてアイノスで会うことにしよう。家族にバレたらまずいから、本当にこっそりしようね。娘が高校卒業したら、妻と別れようと思う。その時はよろしく。じゃあね、レイコ。数日後。レイコ、大変だ。嫁と娘にキャバクラ通いがバレた。アイノスのこともバレてて、昨日すごく怒られた。そして今朝、離婚って言われた。学費のための貯金使ったのもバレて、慰謝料とかも請求するって言われた。ねえ、どうしよう。レイコからも何か言ってくれないか。というか、これで俺は独り身。そもそもの原因はキャバクラだし、レイコが責任取ってほしい。だから、俺と結婚してくれ。いい加減にしろ。え？勘違いすんなよ。お前は恋人じゃない。ただの客だよ。今では出禁になったから、客ですらないけどな。あなたは誰ですか？レイコに代わってください。他の人が打ってますよね。すぐにわかりますよ。レイコはこんな言葉遣いしません。だから本人だって。どんだけ現実受け入れられないの？会社でも家族でも居場所がない。その理由が全て詰まってるね。そりゃ嫌われるよ。レイコ、一体どうしたんだ？前まで好きって言ってただろう。俺ははっきり覚えてるよ。あのさ、私はキャバ嬢だよ。お客様に再来店してもらうために色をつけて変身するの。みんなそれを本気にしないけど、あんたマジでヤバすぎた。何がヤバいんだよ。好きって言われたら信じるだろう。二十歳の大学生が50歳のじじいを本気で好きになると思う？年の差なんて関係ないと思ってる。そりゃそっちは若い子好きだよね。でも私はそうじゃないよ。恋愛対象は同年代だし、キャバクラはお金のためにやってるの。一緒に住むのがお互いメリット？私にはデメリットしかないよ。そこまで言わなくても。ここまで言わせてるんだよ。私だって穏便に済ませたかった。離婚の原因が私にある。笑わせないでくれる？全部自分のせいでしょ。わかった。もう同棲は言わない。付き合ってとも言わない。だから出禁は解除してほしい。今は玲子だけが支えなんだよ。無理です。非常に危険な人物と判断しました。ですので永久出禁です。待ってくれよ。さようなら。今までありがとうございました。後日談。こんばんは、レイコです。まあ、レイコは現実なので、本名は篠田涼子です。会社や家庭での居場所がなくても納得の方でした。いくら若い女と住みたいからって、娘の学費に手をつけるなんて最低ですよね。近づけたくないという意味もありましたが、これ以上キャバクラにお金を溶かすと反撃が怖かったので出禁にしました。キャバ嬢なので色恋営業は仕方ないのですが、あまり勘違いさせてもメリットがないと考えたので、今後はもう少し距離を置こうと思いました。